今日の現場あれな、あれ違法やで、違法の参拝や。いや、あんな横やんから聞いたんやけど、五郎って子供の首かいたことあるってほんまなんか。たま、やばたれ。五郎はな、記憶はないんや。それにも無所を勤めて都合のおとるんや。やか、お前もいらんこと言うな。わしらは昔のことに触れられたないもんやろけ。俺なんも言うてないやろが。山本山やろが言うた。言うてないがな。ゴリラが偉そうに言うんだ。もっと先行やからっての。お前ほんま人はムカつかせるの。しばくだ。しばいたれしばいたれ。しばいちめ。ごめんやで、ゴロ。俺はこの西成で暮らす日雇い労働者。この町には嫌な匂いのする過去を持つ者ばかりが住んでる。俺はこの町で人殺しの五郎と呼ばれてる。なんでか、俺は殺人事件の犯人やから。あの山荘で目覚める前の記憶は消えた。その後俺は捕まり、裁判にかけられ殺人者として報道され服役した。なぜか御社の対象となり、わずか5年で出所した。それから世間の目から逃げるようにさまよい、この西成に来た。たらんのんじゃ。お前後半腰痛い言うて仕事しねえやろな。いや、そんな契約ちゃうやろなあ。金くらい働いたやろ。やがましょ。労働対価をよこせよ、こら。やがましょ。こっち来い、こら。おいおいおい、ちょっと待ったれ。僕やから、訴えたるわ。お疲れちゃー、田植え、返済な。ほら、こっち来いよ、ほら。何、ちょっと、ちょっと、アホやな。今日は1000円だけにしてくれ。できるかボケ、利子だけでも3000円やろうが。ほら、あ、逃げとんじゃボケ。こら、殺せ殺せ。3人してな、今日宿題入れへんかったら出ていかなあかんね。知るかボケ、見つけてろ。おい、どないすんねん。元気入れるか、利子だけか。利子だけにしといてくれる。俺はな、逃げた分の手間賃じゃ。なんでやねん。やかましい、お前が逃げるからやな。あ、しんどいやろ、働いても働いてもな。なんやったら大金手に入る方法を教えとるか。この町出ていけるで。
子ダメやけど。おい姉ちゃん、ええ加減にし。うち出すなややこしの。殺すなこれ。殺すな。ゴロ、あの線取り返して。やめとんのかこれ。姉ちゃん、見すんじゃこれ。おっさん、ゴロ言うんか。ほなあの人殺しのゴロか。知らん。みんな勝手にそう呼ぶやん。ストム、なんぼ借りてんの？2万…3万やろがボケ！残り2万9千円。あ、ちょっと、その1000円。あれを返さのも偉い目あんぞ、お前。お前、寝たまのか人道、取られてしまうで。売るか？こうたるで。勤め！おっさん、この辺におるもんちょっとちゃうの。そうか。まあ、なんかあったら言うてこいや。ゴロのおっさん、はよ死んで。お刺身、美味しいのあんで。なんぼ？500円でどうや。やめとくわ。200円で言うで。なんでゴロにやったら負けたんだよ。ええやん、うちの勝手やろ。おもろな。なななな、ゴロ自分、なんでそんなに強いの？格闘技でもやってたんか。昔のことは覚えてない。うん。でも喧嘩の仕方は覚えてるんやな。体が勝手に動くね。おいゴロ、お前やっぱり人殺してそうやの。キーちゃん、ん、やめとき。この町はな、人の昔の話はせえへん町やで。ここはな、どんだけ失敗してもゼロからやり直せる希望の町やで。そりゃそうやけどな、こいつは一家殺害やで、子供まで殺してんね。ママ、帰るわ。ほら見てみや、帰ってまうやないの。何するの。ゴロちゃん、ごめんな、また明日やで。ちょっと余計なこと言うてから。また見とる。誰や。返しますや。正直目売れ。返します。無理やろお前じゃ。固めになったら仕事できまへんやんか。そんなんな、人間固めだけでも見えれば生きていけんのじゃ。それとも両目いったのか。とにかくのお前の最近うちがこうたんじゃ。働いて返しまっから。あおが、お前に返するわけないやろボケこら。ええから来い。やめろ。
絶対殺したるからな。別に殺してくれてもええねんけどな。ほなな。いらんか。そんなもんいらん。お前殺した子供枕元立ってへんか。薬やったらなスカッといけんぞ。いらん言うとるやろ。神よ、この罪深き子羊を救いたまえ。アーメン。ラビルのおっちゃん、あれできたで。おお、罪深き子羊。アーメン。覚めました。なんて病院や。救急車で運ばれたらしいよ。マリコ、わかるん、私のこと。うん、マリコやろ、俺の嫁さんや。ゆうか、あじさん、あじさん、意識戻りましたね。マリコ、マリコ、マリコ、マリコ。はい、エリカさんですか。バーバリアです。お疲れ様です。また予約入りましたよ。飯島様でロング120分コース、オプション AF で19時からです。わかりました。今からお店向かうところですので。了解了解、よろしくです。ああ頭。ああ、どうしたの。ああ、いいからいいから、座っとったらいい。なあ桃山、会長がのチート気分悪いされとっての。なんでですか。お前スパイダーとかいうハングリーどもにつまり時間かけとんねん。会長はな、この間人道会との会合でからかわれたらしくての。そりゃえらいすまへん。まあ西成っちゅう町は難しい町ですから。言い訳すな、こら。お前松原会の看板を背負うとるんちゃうんかい。
お、何とか言うてみ。はあ、おい桃山。会長、申し訳ございません。えらい恥かいたぞ。お前ヤクザやろ。何をしとんのや。はい、ヤクザが半グレみたいなチンピラと島張り合うなんざみっともない話やないか。そうやろ。おっしゃる通りです。ほんなら早潰さんかい。ボケ。はい、あの、はじさん、あ、はじさん、あ、私、橋本と言いまして、福祉課の者です。山田と言います。ああ、私たち、あの、元奥様の片桐麻里子さんに連絡したんです。片桐？あ、そう、旧姓のね。はじさんのことをいろいろ相談したんやけど、片桐さん今大変なんやって。麻里子、大変って何？あの、それがその内容は個人情報ですので。ハジさん、この治療費を生活保護で対応するためにいろいろ協力してくれへんかな。マリコの住所教えてください。ほんなら手続きしてくれる？うん。え、ちょっと橋本さん、それはダメですよ。片桐さんも言ってられたじゃないですか。どうだ。では発信音の後にお名前とご用件をお願いいたします。俺や、お前と優香のことは思い出したんやけど、他のことが何にも思い出されへんねん。悪いけど、優香のこと聞かせてほしいんだけどな。俺や、お前と優香のことは思い出したんやけど、他のことが何にも思い出されへんねや。何してんの？あの職員さん、まさか住所言うたの？信じられへん。言わんといてって言うたのに。
ピアスなんかしてんのか。安もんよ。これで。いりません。なんやのよ、話して。俺、何の仕事してたんや。公務員でしょ。不調勤めのやたら出張の多い。なんでそんな出張多かった。知らんよ。いっそのこと私らのことも忘れといてほしかった。あの家族殺したこと思い出したの。いや、何にも。そら都合のいい話やね。優香どうしてんねや。今何歳や。10歳。10歳。優香ね、何や。え、余命2年なの。え、余命2年って何やそれ。え、心臓悪いのよ。もう移植しか助からないの。日本じゃ無理だから外国に行くしかないのに4億かかるって。4億。子供の移植費用募金でほぼ集まるんだって日本じゃ。けど、お前よ、お前が父親が殺人者だから、向こう一家惨殺の犯人だから、ボランティア団体に断られたの。死んだらええんや、お前なんか。優香は生きられへん。何生き延びてんねん。毎月あの子の延命費用に50万いるんよ。私そのお金作るためにどんな仕事してると思ってんねん。大学で教えてないけ。教授やったろ。とっくにやめたわ。続けることなんかできるわけないでしょうが。夫が殺人犯で。全部俺のせいか。すまん。優香に生き延びてもらいたい一心で耐えてるんや。この地獄を生き延びさせてやるために。お前が死んでも一銭にもならんとはどうでもいいけど、二度と連絡してこんといて。
から声をもっとく言うとるやないか。夜やないやろが。昨日じゃ期限はこのチンカスボケこら。分割期限切れとるやろうが。殺すぜ。なんて松っかボケ。はい、見て姉ちゃん、そのワード一番切れるやつやのに。せやくれおい、何が警察じゃ。あれあれあれ、お前も終了。松川うじ虫くれ。そいつ殺すんか。あ、五郎のおっさん、またお前か。そいつ殺すんやったらな、な、俺にやらして。俺金いんねや。お前頭にサラダ油でも耳から流し込んどるんか。わけわからんこと言いやがって。俺な、人殺してんねん。今までも多分な、お前目ん玉引き抜くぞ。頼むわ、俺金いんねんなあ。おっさん、うん、こいつ住むの手伝いや。おい、歩け、その男か。目と腎臓抜くん。ああ、事務所で裸にして吊るしても金用意でけへんかったらやってや、先生。あれ何逃げとんねん、こら。あ、こいつやったったる前にあれ入れようや、あの焼き。あ、またアホって入れたるんか。先生、こいつの目見てや。よっしゃよっしゃ、こいつ糖尿病やんか。こんな眼球誰も買わんで。こんなもん腎臓も値打ちないわ。最悪。こいつの親言ったろか。あの人なんや。アホの五郎。おっさん、人殺して金なる思てんのか。うん、アホか。なわけないやろ。お前なんか誰が信用するか。あ、わかった姉ちゃん。あいつの腎臓を買う気やろ。おっさん、腎臓を売るか。え、目玉も売るか。500万やるわ。500万、それ先にくれるか。アホか。せやからおっさん信用ゼロや。手術が終わってからや。あのな、そもそも神様に人間はお作りいただいてるんや。あんたの目も腎臓も神様からの贈り物や。それを売り買いするんは罪深いことやけどな、その罪にこそ俺はこの西成のカタルーシスを感じるや。
もうもう何もう訳わからんこと言ってるわ、イラつくし。おっさん、どないすんねん。こうてくれ先生、あのおっさんの目ん玉見てや。よしゃ、使えるで。いいよ。けどこの目、あんた何人して殺してるんや。目玉と腎臓はここに置いとくで。ああ、今日の分はこの間前からしたやつでええやろ。水谷、今日のは今日のでくれや。くれんかったらもうやらんぞ。やるわ。やらんでええわ。臭いのあんま。アホ。何がアホや。目玉取った。ちょっと押していきまほんな。なんで臭いのあんま。しばらくすれば慣れるやろ。あんた利き目が左目やから大丈夫やろ。まだ起きたらあかんがな。あんた腎臓片方だけなんやで。おいおい、金くれや。金、金。いや。ねえな、お前目玉打ったやないかい。金くれやな。背負う罪は記憶にない人殺しの烙印や。その罰は俺の家族が受ける。俺のために妻は体を売って、最愛の娘は命を削がれていくことを止められ、俺は自分の目玉を売って、腎臓を売って、
娘を少しでも生きながらえてと願うしかできん。誰か俺の命4億円で買うてくれへんか。いらんか。こんな西成の妊婦の安い命や。寂しがり屋の夢を聞け紡いだ心は涙色、冷たい夜は人恋しくて柔らかい心が丸裸。死んだ女の魂を黙って見送る涙歌。死んだ女の魂を短俺はまた血の匂いとともに深く眠った。記憶の一部は戻ったみたいよ。一部？どの一部？気になるじゃないの。会って確かめてみたら？でも固めなんだろ。笑っちゃうよな、哀れすぎて。本当に哀れ。まるで無声映画のコメディアンみたいに。そりゃ本当に哀れだ。おい、行けよ。お前のせいでいくらそうしたと思ってる。おい、こら行けよ。もっと行け。おいいね。エロいの。おありがとう、まきちゃん。いいよ。ええ感じやん。ねえ、ほどけねえじゃん。じゃあお前売れ。ほら、ほら、ほら、ほら。捜査一課や。アホ。おう、高木。おっさんかい。加藤。行け、ほら。つぐまるのは奥太で。おう、加藤ちゃん。どないしたんや、その顔。ちゃうじゃん、ボケ。誰が加藤ちゃんじゃ。なんや。なんや、ないがな。お前らホームレス襲ったんかい。え？何の話しとんの。ボケんな、ボケ。やるおい、逮捕状見せてくれや。あ？え？ないんか。任意か。暇やの、一家も。もう一回言ってみろ。ああ、逮捕状はない。けどな、逮捕された方が良かったかもわからんぞ。え？お前ら、ひょっとして触ったらあかん男に手出したかもしれんぞ。は？警察病院から持ってかれたんじゃ。しかもどえらいとこにの。なんだよ。買い戻したんだよ。目ん玉なんか売るなよ、お前。悲しすぎんだろ。
けど腎臓の方はもう売れちまってて、今頃誰かの腹の中だ。目玉もかなりふっかけられたぞ。調べたら韓国マフィアの人流会が後ろについてる。ずいぶん面白いのと付き合ってんな。分かんねえか俺のこと。今回の手術で残りの弾丸も抜けたんだけどな。まあその方がいいか。懐かしいな、ここは。よう負傷したら世話になった。ヒューミントの医療部。あの美人の女医さんまだおるんか。おお、思い出したのか。ヒューガ星や。暗号名コウモリ。思い出したか、八五郎。暗号名カラス。けどな、全部パズルのパーツみたいに記憶がバラバラ。ひどいもんやね、頭ん中。そもそも俺はなんで殺人罪で服役してたんや。しかし雰囲気がまるで変わったな。当たり前や。人間は環境に染まっていく生き物や。お前今でもヒューミントのようやな。ああ、今はチーム長だ。辛いな。あの事件のことはどこまで思い出せた？あの最後の作戦のことは何にも頭に残ってんわ。何があったんや。お前はかつてある外交官一家の護衛についてた。それはその外交官が掴んだ中国の機密事案を追っかけてた中国国家が使う朝鮮族の暗殺者たちからその一家を守るためだったんだ。マクロ。そう、マクロ修二外交官一家。作戦は失敗、情報が漏れてた。で、本部はお前を疑ったと。なんで俺が保護してるマグロ一家を殺すわけがあんねん。それはわからん。ただお前は凶器を握ってて、しかもその凶器で作った傷が残ってて、お前の血液が被害者たちの喉元から発見された。こっちが聞きたい。何があった？思い出せんと言うとるやろ。なんで組織は俺を守ってくれへんかったんや。そりゃ無理だ。お前は名前と素性を世間に明かしすぎたからな。俺は金がいるんや。せめて退職金をもらえんか。残念ながらお前はその権利をなくしてる。あのマクロ一家惨殺事件でな。俺の采配で目玉買い戻すのに2000万使った。いわばそれが退職金だと思ってくれ。誰が頼んだ？え？俺は目玉も腎臓も売ったんや。勝手に買い戻しやがって。いらんのじゃ。命もいらんのじゃ。この目玉も腎臓も
ああ体で使えるもん取ってもうてええから金くれ金金がいるんなら働け。お前はヒューミントトップの諜報員だった。その技術生かして働けよ。この男を殺せ。それで2000万もらえる。ほんまか。ああ、まあ詳しいことは話せんが、その仕事はヒューミントとしては動けない、いわばヒューミントの下請けの仕事だ。どうだ、やるか。もちろんや。だったら目ん玉いるだろうが。固めで処理はできんだろう。なら、この目ん玉借りとくわ。働いて稼いで、最後に両目と残った腎臓を打って4億円作ったる。その時はヒューが、お前が買うてくれ。あの姉妹に売れや。開けてみろ。会期祝いだ。俺からのな。それは随分と馴染みのある握り心地やった。つまりさん、あ、あの恥とかいう男、警察病院から持ってったの何なんすか。お前聞いたことないか、ヒューミント。ヒューミント。ああ、日本の諜報機関や。ほんまにあったんすね。しかしあの男一体何者なんや。ヒューミントがあんな動き方するんは聞いたことないな。まあ我々所轄は知らんでもええことや。
認したか。ああ、お前が殺した男の死体処理は処理部が動いた。お一緒にいた女は薬でしばらくは幻覚見ることになったぞ。かわいそうに。こんなもんやろ、どうせ当院やろって。またどないしたんや、えらい顔つき変わってるやん。そうか。確認したか。ああ。いつ実行する？いつしようかな。クライアントが急かすんでよろしくな。クライアント？雷神マクロ。変態か。
701かなと、清掃。いや、701や。やたらコンドーム捨ててる。いやらしい。じゃあ、出ようか。え、あんた誰？新人さん？いや、掃除するかに間違えました。上やったかな。聞いてないな。なあ、出ようか。また？ああ。ありがとう。連れてってよ。フレンチか、レナ。お祝いやもん。何の？できたんか。うん。ダメだ。あかんよ、ゴロちゃん。生徒に見られるわ。か。はい。急いでるんはお前やろ。何のことだ。お前、飯島に身元を特定されて動けんようになったんやろ。安心せえ。約束なんかにもらえたらそれでよい。調べてくれ。A269、ワゴンの現在地。わかった。メールで送る。こんなんな。痛い。As is expected, cut us of the human.車やな、これ。なんや、おっさん。バスちょっと乗り遅れたよ。あ、そう。ちょっと駅まで送って。なんでやねん。あんたがこう思う。ねえ。送ってくる。分かった。頼むわ。松尾が待ってんねや。松尾が。分かった。松尾、早う待ってる。駅で待ってるから。ほな、いたいやん。なあ。松尾待ってるとこいたいやろ。言うなろ。おい。飯島さん。ヒューミンとは撤退します。で、あなたの持ってる音声データはあなたの両親を信じることにして要求額を支払うことになります。金だけじゃダメだ。マクロ氏は総理の辞任、そしてヒューミンとの解散を要求してるんだ。そこはマクロ氏に折れていただきたいですね。無理だな。本体は心から憎んでる、ヒューミンと。特にカラスというコードネームの諜報員をな。だったらカラスを殺せばいいじゃないですか。なことは知らないよ、僕は。本体には本体のお考えがあるんだからさ。で、どうする？東京の水道水は放射性セシウムに汚染され、それを政府が隠してた。
それをうかつにも酔って口にする防衛大臣。これ世に出すのは記者の報道責任だよ。まあ俺はそうしたいけど、本体には俺も首根っこつかまれてるからさ。とにかくヒューミンとは撤退する。あとは後任の役人と交渉しておれ。ヒューミンとね。コウモリです。やはりヒューミンとの撤退を要求してきました。申し訳ありません。広告は確認しております。では。お前会うんやったら言えや。手間取らすな。誰も調査なんか頼んでないだろう。処理だけだ依頼したのは。えらい根に持っとるな、マクロ周吉。金欲しいんだったらさっさと殺してくれよ。そうせがすなよ。せやけど俺がやったらお前降格せんで済むなよ。ほんと変わったなお前。今の俺は西成五郎やからな。俺が殺したやつのバイク俺が乗るから、名ギャラ操作しといて。でいつ実行すんだ。今夜やったら嬉しいやろ、お前。おい、おかしいんちゃん。しっかりしいや。大丈夫。おい、あれ角のタイムちゃうか。バイクはそうっすけど。ダメだ。はい。
パイダーに買われてるハングレーやんけ。殺され殺され、んなもん。おっさん、仕事するやないかい。うちとこけへんか。あんた人殺しのゴロっちゅうんかい。どや、いっぺんうちの事務所遊びに来いや。どこの事務所？言うたれ。バスバラ会計壁屋一家、関西最強の暴力団や。そうか、そりゃよかったの。ほなな、ゴロ。しあいつ目入れとるやん。キムチいらんか。なんぼ？300円。半分で売ってや。いいね。はいはい、おっちゃんちゃーやで。おおきみ。お前一体何者や。なんであの男前お前の目ん玉買い戻したんじゃ。なあ、まだ出たんか。姉ちゃんやらか弱いな。姉ちゃん通わないわ。姉ちゃん最強なんじゃ。ボケコラ殺すぜ。殺してみたよ。お前らなんで人流会がケツ持っとんの。はぁ、あ、お前そんなもん関係ないやろか。このチーカス行こう。狭い子ホルモン食えば。
強いか。謝ってみて、腹減ってる。はいはい。ですんで音体、録音データをお渡しすることはできません。なぜなら僕もこの世界で痛い目に遭ってますんでね。しかも音体、あなたは法律さえ怖がらないほどのお方だ。切り札を手放せば僕はただのゴミになるじゃないですか。分かってないな。本気で奪う気やったらとうに取り上げとるわい。今わしが言うたんは、己とわしがどこまで付き合える気があるかっちゅうことの確認やったんや。ではもうええ。君の金のなる気大事にし、わしの尋ねは常に最終質問や。返答できるんはたった一度や。では本来ご協力いただけないということでしょうか。心配すな。ああ、あれやな、君あんまり頭よないの。本体、本体。おい、本当にそのカラスいう男、記憶が戻ったのか。そのようですな。お前は音体のことを軽う見すぎてる。俺はお前の想像が追いつかん。怖いことやで。うまいな。ああ、いい島だけど、エリカ城今日も行けるか。あ、あの女がや、ほんま好きやの。おなぎましゃで。好きやな。処理係や。はい、お前。あとは言わんかい。
今夜はこれ使うからな。チップ楽しみにしろよ。シャワーどうされますか、ご主人様。ああ、後から行くから先に入ってろ。はい。だよ、今から。お前の持ってるネタよこせ。そしたら楽に殺してやる。何者だ、ヒューミントか。ヒューミント違う。お前分かってんのか、俺を動かしてな、日本のフィクサーだぞ。お前邪魔したら殺されるぞ。ああ、それは大変やな。場におるように言え。その場で待ってるメス豚。はい。おい、お前指折られたことあるか。考えてる以上に痛いぞ。やめてくれよ。変態め。言うから助けてくれよ。あんた、俺殺しても何の得もないだろ。言え、言うとるな。再生せよ。東京の水道水なんてな、放射性セシウムに汚染された汚染水だろうが。国民にそれがバレたらどうなる？はあ？あのな、体内に体重1キロあたり5ベクトルのセシウムが入ると気持ちの悪い豚が。このネタいくらで売ろうと思って？1億だ。それを温帯と分けるんか？本体は金じゃねえんだ、息子の、息子一家の復讐だよ。死んでるで。チンチン打たれとるやん。
すわ。本体に電話してくれ、会いたいって。ご苦労さん、後処理はおやすさんがやってくれる。マリコの痕跡もちゃんと消してけよ。ああ、さぞ胸が痛むんじゃねえのかお前。やがまし。それより金いつ持ってくるんや。明日どうだ。明日の朝アイリンセンターに9時。なんならその後飯でも食うか。ええな。けどもし俺に何かあったら、その金マリコに渡してくれるか。マクロと会うのはやめた方がいいんじゃねえのか。金抜けん分かったんか。ああ、それとあの音声データな。おーい、京都に売りに行く気か。止めなくていいの？買うかな。何がようじゃ釣れちゃうぞこれ。
へのご命令や。分かってます、腕か足やったります。次は殺したるからの。五体満足できたか。そりゃそうやろな。なんでわしの息子を殺した。わからん。何がわからんねん。ふざけとったら目ん玉食わすぞ。申し訳ないんやけど、ほんまにわからんねん。あの作戦のことは記憶にないねん。これのおかげで俺の記憶は穴だらけや。本体あんたが俺殺した言うんやったら殺してくれて、けどその前にこれ買うてほしい。お前から買う？そんなもん、お前を殺して奪うだけの話や。あんた、俺恨んで、俺の家族も一問にしたやろ。命だけは残してやったろうが。これは俺の家族の大事な売り物や。もし奪うんやったら。なんや。そう物に命しやがって。まだ夢から覚めてへんみたいやな。お前はまだ死ねる身分やない。お前の記憶が戻る日までがお前の命の期限や。なら俺の売り物は。お前との取引など虫唾が走るわ。うん、いいね。
願いいたします。お願いいたします。お助けください。お助けください。いろいろあった。わしもいろいろあったわ。そうか。お、ね、えらい綺麗な車が来たけど。あれ？え、何？仕事？仕事？ちょっと俺も連れてって。お前やめとけ。ちょっときつすぎる仕事。きつすぎる仕事って。あれだけ動けば大丈夫だよな。今後も頼むか。そりゃいいけど、録音データ買うか。もちろんだ。そのつもりでトランクに1億積んでる。悪いがそれが限界だ。それ以上要求されるとお前の処理命令下されちまう。分かってくれよ。役人の辛いとこやな。ほなまた頼むわ。うん。あ、飯行く？いや、金届けてやりたい。そっか。西成の日雇い妊婦が1億2000万持って西成歩いてやがる。面白いな。あんたもおっさんやんか。何こら！何こら！待っとれ！すまん。なあ、あんた何者や？あの仕事さばき。わしな、初めて見たわ。なら仕事くれ。ほら役に立つで。
そらあんたやったら役に立つ。どうや、うちのお抱えになれへんか。そらあかん。俺は妊婦やから金儲て仕事するよ。フリーランスで行かしてもらうわ。お前、俺が誰か分かっとんか。ヤクザの親分やろ。違うんかいな。何やどこら。何やどこら。何やどこら。騒ぐな。ほなどうする。もうよその組行こうか。なかなかの商売人やの、おっさん。せやからあんたもおっさんやけどな、これだけ言うとくぞ。うちの半身には回ったらあかんで。ええ友達になれそうやから。自分とは。そうか、そりゃよかったな。じゃあそう思うとき。ほらまあ、俺が喋ってええちゅうまで黙っとれ。すまへん。けど言うとくで、安い仕事あかんで。難しかってもええから高い仕事にしてな。なんせ俺4億円作らなあかんねん。そうや、俺は金のためなら人も殺すし、目玉も腎臓も命も売る。4億円の西成五郎や。仕事だ、やるか。何倍5000万。